さあ3度目のバッターボックス。石田さん、明らかにこの足に違和感を抱えていながらその後投球を続けているイチローです。完全にスイッチが入ってますね、もうね、今そういうことですか。相当、はい、気持ちを前に。打球はレフトの左です。レフトの左へ打球が飛んでフェアかファウルかというところですが、ファウルですから、まあ長い距離走るということになるとさらにまたダメージがかかっていきそうなものですが、まあ投げることを考えなければいけないので、まあ打った後どうするか、まあもちろんあのできる限りの全力で走るはいと思うんですけど、どのくらい走れるか。見逃しの三振、堂前のアウトサイドへのボール、イチローから三振を取りました。いや素晴らしいですね、今のまっすぐもいい回転してますね。試合前に中島監督がこの堂前とキャッチボールをしていましたけれども、はい、本当にいいボールを投げるって言ってましたね。そのところからのこう意識というか、はい、いいですよね、はい、キャッチャーのサインに